にちは。あら、アミちゃん、店の手伝いかい？今日は忙しいから。えらいね。うちの純太なんか一度も店を手伝ったことがないんだから。朝からずっと寝てるし。あら、どうしたのそのあざ。なんでもないですから。ただいま。昨日の純太、純太じゃないみたいだった。もう知りません。知り、純太、起きたのかな。誤解だよ。もうお嫁に行けない体なのね。かわいい。来た、またあの感覚だ。誤解だよ。僕は何もしていない。僕も寝ていたから、どうして君が裸なのかわからないんだ。素敵。ダメダメ、こんなやつに惚れちゃダメ。僕はずっと君に会いたかったんだ。初めて君を見た時から君のことが忘れられなくて。そうだったの、嬉しい。何考えてんのよ。近寄らないで。あんたなんか大嫌い。私に触れたら殺してやるから。困ったな。殺すと言われても君の方から抱きついてきているじゃないか。なんて素晴らしいんだ。二人は両思いだったんだね。ああ、もうダメ。心が引き寄せられる。純太。やっと起きたの、純太。いや、やっと起きました。何やってるの？なんでもないよ。はい、お見舞い。柄にもなく喧嘩なんてするから体ガタガタでしょ。うるせえな。そんなにヤバじゃねえ。なんだよ。純太、何か隠してる。なんでさ。純太は昔から隠し事すると鼻の穴が膨らむんだよ。え？何なの？言ってごらんよ。そんな癖なんてないよ。何にも隠してないって。嘘つくな。言いなさい。何にもない。純太のことは全部わかってるんだからね、あたし。そんなわけないだろ。俺はもうお前の知ってる俺じゃないんだ。純太変だった。え？あんな喧嘩なんかするやつじゃなかったのに。あれはなんか、自分でも知らないうちにあんなことになったっていうか。純太の幼馴染か。これは使えるかも。でも、ずいぶん強くなったね、純太。泣き虫だったくせに。そっかな。どうしたの？なんでもない。なんとか隠さないと。
また何かやったのかい？夫婦喧嘩もほどほどにしないとね。母ちゃん、変なこと言うな。誰があんな奴と夫婦なんだよ。いいじゃないか、いずれは夫婦になるんだから。ずっと俺はアミちゃんと結婚するって言ってたろ。お前、何年前の話だよ。夫婦？幼馴染で婚約でもしてるわけ？どう？気に入った？その下に。え？なんだかカッパみたいなのを着て寝てるから、かわいそうだと思って慌てて買ってきたんだよ。かわいいだろ。私もまだまだナウいね。あ、じゃあさ、ゆっくりしといて。裸にしたのは、うちの母ちゃんらしいね。そうね。昨日、君が喫茶店の外で気を失ってたからさ、うちに連れてきたんだよ。俺もなんか疲れててそのまま寝ちゃって、その間に母ちゃんが君を着替えさせたみたいだね。そっか。徹夜して疲れた上にメガプレの攻撃で完全に行っちゃったんだ私。誤解だったんだ、疑ってごめん。え、素直じゃん、かわいいじゃん。チャンスだ、口説き落とすぞ。え、旅のすべてが香ばしい。あ、で、旅のすべてが香ばしい。まだ完全にメガプレイボーイになったわけじゃないんだ。 DNA が安定してないのね。ひどなセリフはやめた。自分の言葉で言うんだ。俺、君のカリンちゃんのことが好きだ。オッケーオッケー、あんたが私を好きだってのは分かった。私もさっきはクラッときたけどね。でも全ては薬のせいなの。茶店であんたに DNA を変化させる薬を打ち込んだでしょ。じゃあ俺があの子供を100人作ったメガプレイボーイだって。そう、メガプレね。でも、あの時の薬で治ったんじゃないの？ん？あ、それは、まあ、それ、いろいろ事情があって。事情って何なのさ？俺たちが付き合うのに問題あるの？終わりなの。あんたがこのままメガプレになっちゃうのも、私と付き合うのも大問題。あんたはね、さっきの幼馴染の女の子と結ばれて、2、3人の子供でも作って平凡に人生を終わらせてもらわないとダメなの。なんで？なんでこんな好きになっちゃダメなのさ？なんでアミちゃん一緒に残っちゃダメなのさ？なんで？なんで？うっとうしいからちょっと眠っててね。とにかく、こいつとさっきのアミちゃんをくっつければ、メガプレを防げるかも。